Bonjour。 皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日もスタッフのみきさんと一緒にフランスのアペリティフ、つまり食前酒に合うおつまみとそれにまつわるフランス語の表現を紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちら目の前にたくさんあります。こちらはアペリティフ用のお菓子です。Ce sont des gâteaux apéritifs. Ce sont des gâteaux apéritifs. こちらはアペリティフ用のお菓子ですという表現です。はい、もうね、フランスのアペリティフ種類が多すぎて、もう今日はね全部紹介しきれないので一部だけご紹介させていただきます。はい。まあこちらオーソドックスなポテチです。ビコというメーカーのポテトチップスです。ポテチに続くアペリティフの王道といえば大定番ですね。大定番ガウェット、何でしょうか。こっちにも英語がありますね。ピーナッツ、はい、ピーナッツです。まあこれバターピーナッツですね。こちらバターのついてないやつもあったりね。こちらこのグリエエサレって書いてあるんですけど、まあ、焼いてあってあのお塩がついた。私どうしてもフランスのこのアペリティフのピーナッツ系の塩付きがしょっぱすぎて苦手なんですよね。ああ、その表現いってみましょうか。お願いします。はい、これはちょっとしょっぱすぎる。 C'est un peu trop salé. C'est un peu trop salé. 塩が多すぎです。 C'est un peu trop salé. ここからが私の楽しみどころなんですけれども、じゃあこっちの前から行きましょうか。あ、こっちのクラッカーから行こうかな。そうです、クラッカーからがいいですね。はい、こちらクラッカーと書いてありますけど、まあクラッカーですね。クラッカー、クラシコ、クラシックなんですね。書いてあるので、まあ、こちら普通のプレーンタイプのクラシックな、はい、こちらフランス語でクラッカー、クラッカーDes crackers. Des crackers. Des crackers. では、開けてみたいと思います。ほら、綺麗に梱包されています。安子先生、クラッカー単体ではフランス人食べないんですよね。じゃあ、こうしましょう。出して。出して。これとか。これとか。あのこちらとかを一緒に食べてみたいと思います。はい、あんまり汚いですよね、クラッカーだけでお酒が進むってね。私はですね、こういうものが大好きで大好きでちょっと興奮してまいりました。あー、いかんいかん、落ち着け私。では開けてみましょう。なんか一つずつ手作りっぽい。あ、こちらあのノルマンディのお土産をいただいて、もう今日撮影するからと食べずに我慢して取っときました。一緒に食べましょう。先生お願いします。はい、ではですね、こちらにこの目の前にありますこの瓶をですね開けてみましょう。フォアドゥロットウチョリゾ、チョリソー風味のあんこうの肝臓ですね。これ開け方してます。このちょっと出たところをピュッと引っ張るとこの瓶がこう密閉されていたのできちんと剥がれます。あんこうですごい変な顔してるんですよね。割とグニョっていう顔の魚です。はい、じゃあこちらミキさんどうぞ。フォアドゥロットをショリゾー、チョリソー風味のあん肝です。この魚臭さがねまたたまらない。これ日本人の好きですね。おいしい。なんか白ワインも合うと思うんですけど日本酒が欲しいかも。いやー、このあん肝ってこう独特のチーズっぽさがあるじゃないですか。あ、入ってないんですか。入ってないです。これはフォアグラじゃなくてフォアドゥロットなので。これってアペリティフでお腹いっぱいになってご飯食べれなくなりそうですよね。それあるあるなんです。アペリティフでね、食べ過ぎちゃってもう食べれませんという表現、アペリティフで大事ですね。Je n'ai plus de place pour le repas.Car j'ai été trop gourmande à l'apéritif. Je n'ai plus de place pour le repas.
car j'ai été trop grand monde à l'apéritif. Je n'ai plus de place pour le repas, car j'ai été trop grand monde à l'apéritif. というアペリティフの悲劇が起こってしまうので、でもね、やめられないんですよね。ではお隣、こちらはマクロユズシソ。ちょっと日本意識した感じですね。意識してますね。これマクロっていうのは実はサバです。お魚のね、なんかサバってこうフランス語で言うとサバみたいな違って、これはマクロというサバのお魚を、まあ、柚子とシソ風味にしたリエットですね。あ、柚子の香り、柚子のハーモニーとこのマクロがうまく絡み合って美味しいですね。これ絶対日本じゃないですね。こちらの、やっぱり一種類だけだと物足りないけど、このチョリソーのやつとこのマクロを交代交代で食べたら、いや、もうちょっと止まらないし、たまらないですね。これも本当にワインに合いそうなお菓子だと思いませんか。と、そんな表現を学びにみましょう。ce gâteau apéritif semble bien se marier avec le vin. ce gâteau apéritif semble bien se marierAvec le vin. いや、これさ、スマリエって言って結婚マリアージュさせちゃうのがまたフランス語おしゃれですね。おしゃれ。このね、私も結婚したいとかそういう意味じゃなくて、ちなみにこのお菓子はお酒が進むねっていう表現も教えていただけますか。それも重要ですね。もうまさにこれなんかそうなんですけれども、スガトアペリティフがビアンアベクラルコール、スガトアペリティフがビアンAvec l'alcool. お酒に合いますね。これはアペリティブをしているときにすごくよく使われる表現ですよね。ぜひともマスターして食べて飲んでください。では続きこちらです。赤とベージュの可愛らしい袋に入ってますね。こちらはアペリティブ用のクッキーなんです。つまり甘くないんですね。デビスキュイアペリティフ、でビスキュイアペリティフと言います、ね、これね、ちょっと本当に間違えちゃって、あ、子供がお腹空いたと思って買ったら、いや、アペリティフのクッキーだよお母さんみたいな感じなんで、ぜひ読んでしっかりいただきたいですよね。そうなんですよ。こちらじゃ赤い方からビスキュイアペリティフ、ね、ここに書いてあるでしょ、ビスキュイアペリティフとノルマンディ、ノルマンディのお菓子らしいですね。サバーカモンベール、出ました、カマンベールです。カマンベール、確かにノルマンディのチーズなので、カマンベールチーズ味のビスケット、カマンベールの味がする、濃厚、さすがノルマンディ、バターの味も濃厚、すごい、さすがですね。絶対これ有塩バター使ってますね。本当に美味しい。やっぱこういうのとキバビアンアベクラルコールですね。こちらはビスキュイアペリティフとノルマンディ、同じですね。ノルマンディのビスキュイです。サヴァーアンドゥイユ、あ、これやばい、私苦手かも。え、アンドゥイユって何ですか。アンドゥイユはですね、内臓系、あ、どんとこいです。あ、ちょっとこういけるかな、自信ないなあ、そんなに臭くない。あ、いや、来る、ちょっと生臭いんですよ。この食べたすぐ後の口の中の匂いを嗅ぎたくない感じです。ちょっとやす子はパスかもです。はい、では大人のビスケットでした。これね、パッケージが可愛いって言うじゃないですか。じゃあこういう時にこのデザイン可愛いね、フランス語でも言ってみましょう。 Le dessin de ce sac est joli. Le dessin de ce sac est joliと、こう表現してみてください。では、次はね、気になる。これじゃないですよ。かわいい、これ。これもね。では、こちら。これは、デソシス。デソシス。ソーセージですね、要するに。なので、普通によく皆さん食べられるので、こうやって、
京ほどんで ちなみにこのフランスの爪楊枝っていうんですかね、両方とも尖ってるんですよね。そうなんです。なんかこうやって置いてったら、え、逆になんで突っ込んでんのみたいな、うんうん、実はこれ両側使えるんです。お味はいかがですか。普通にお酒が進むソーセージです。うん、普通です、うん、お弁当にも入ってそうな。それご飯を食べたい、うん、でも一応これアペリティフ用とか呼ばれてるんですよね。そうですね、うん、やっぱり塩気のものってお酒に合うので、まあ、みんなここまでずっと塩系だったんで、まあ、こういうのもちょっと美味しいかなというところですけど、はい、では最後に残りましたこちらですけれども、フランスでよく出される生ハム、そしてあとはこれはチョリソーの方ですね、サラミに見えるんですけど、とても赤くてチョリソー、あ、さっきのフォアドロットをチョリソーと言ったのも実はこのチョリソー の風味が入ったやつなんです。ではこちらの生ハムの表現、du jambon cru、 jambon cru、 jambon cru、 du jambon cru、 du jambon cru。 こちら日本語でチョリソーというふうに言われますけれども、フランス語にしてチョリゾー、un チョリゾー、チョリソー。チョリソーもフォーとドゥがあって、フォーは強いって意味ですね、辛いんです。でドゥ、柔らかいって意味なんですけど、そちらは甘めのタイプ。こちらはどっちですかね。ドゥですね。うん、デリシュー、美味しい。これはですね、食べたら泣いちゃうかも、ね、ではちょっとこの世界で一番好きなやつの方も気になりますよ。いきます。うん、こんなの食べたことないです。これ本当に美味しいでしょ、うん、香りが違うんですよ。生ハム、世界は広しですけれども、やっぱりこうフランスの生ハムも美味しいし、イタリアのハムも美味しいし、スペインも美味しいんですけど、これはもう安子かけ根なしに世界で一番おいしい。では皆さん、今日の表現はいかがでしたか。特にフランスに行かれる人やフランスにお住まいの方、しっかりと表現ができるといいですね。ヤミキさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ボナペチー、ありがとう。次回のレッスンでお会いしましょう。